用台北车站门中。2013年の台北リーグ、終わりました。ホームゲーム11試合、アレに11試合、本当に多くのサポーターの皆さんの応援で、無事終わることができました。本当にこういうところも含めて、サポーターの皆さん、ありがとうございました。ABC のマナーはあんまり良くないかもしれないですけども、応援団のマナーは最高だと思います。今シーズン初めて昇格に1年目にしても優勝を目指したんですけれども、今年の厳しい経験もない、来シーズン、本当に勝負の年の2014年になります。この我々の大きな目標であるなでしこリーグに昇格すべく来シーズン戦います。ただ今シーズンも高校杯、関東大会を経ての全国大会に行って大きな結果を残したいというふうに思っています。そういう意味ではまた皆さんと共に戦えるゲームが残っている、また来シーズン本当に勝負の年、ここにいる皆さんと共に昇格の始まりたいと思います。今シーズンは本当にチームとしても1年目なんですけど、上位に入れたっていうことは本当にチームにとっても大きいことですし、来年にも本当につながる結果だと思うので、またこれから練習積んで来年のチャレンジリーグにつなげていきたいと思います。で、明日からの代表に関しては、多くのプレッシャーを感じてるんですけど、そのプレッシャーをしっかり自分の力に変えて、自分の出せる力をしっかり出してアピールして結果を残していきたいと思います。Don't you must ever